はい、国際宇宙ステーションにあるメルフィーという冷凍庫の紹介です。マイナス80度近くまで温度を下げることができる特別な冷凍庫です。実験のですね、サンプルとかを収納するのに主に使います。今日はあの JAXA のマルチオミクスという実験で採取した私の唾液のサンプルをこれからメルフィーにしまいます。結構なんか冷たいのでこうやって凍傷防止のためにグローブをつけることになってます。で、4つあるんですけど、今回収納する場所が、手順書で指定されていて、ここの区画に入れます。ドアを開けてる温度維持のためにですね、ドアを開けてる時間1分以内っていう制限があるので、それだけ気をつけていきます。で、今から開けます。こういう感じです。こうやって、実験のサンプルと、しっかりとこう品質を保ったまま、地上に、そのサンプルを送れるまで、国際宇宙ステーションでは保管することになっています。以上、メルフィーの紹介でした。